開始してませんでした。ふざけんなよ。ふざけんなよ。ふざけんなよ。何やったん今怒られたのは。遅いだの何だの言って。あの、虚空に向かってずっと話しましたから。ふざけんなよ。我々。え、これ今、今は始まってるの？今もう始まりました。ふざけんなよ。よかったですね、始まって。いやいや、もう何だ。始まってよかったですね。今、私が遅刻してきたことを、もがみから責められるくだりが、1分ぐらいあったんですけど、それをまさか、もがみが配信始めてなかったっていう。あの、ふざけんなよ。なんだそれ。もう一回行きましょう。千葉プロレスパビリオン体育館。はい。道理で誰も何の反応もないなと。そうですね。まあ、こんばんはが来てるから、うん、あ、これ一応もうみんな見てんのかなって思いつつも、あ、でもそっからの反応何もないな、ね、なんでだろうって思ったら。なるほど。そういうことね。はい。じゃあ、あれだ。もがみはイライラした話とかも全部。あ、もうイライラした話もすべてカットです。さっき、何やったんや、さっきの話。すべてカットです。もがみはイライラして、先週は配信やめたっていう話、ね。はい、そうです。イライラしてね。機材トラブルで、先週ちょっと配信ができなかったんで、ちょっと先週はお休みさせていただいたんですけど、まあ今週は、一応ね、無事に、ここまでたどり着けたということでございます。はいはい、そうですね。いやー、なんでまあ一週。たどり着けたんだけど、はいはい、地獄の暑さやね、ここ。マジでそうです。マジもう、本当に誇張じゃなくてサウナだよ、今。そう。本当にね。低温のサウナぐらいのレベルはあるよね。いや、それでもうすでに私、もがきゅうライブ一本やってるんで。あ、そう、やってるのか。はい。もうしんどくて。はい、スーパーチャットありがとうございます。入館料ね。ありがとうございます。いや。暑、ここ本当。いや、もう今日、発表しなきゃ試合は。あ、もう発表してます。もう秒殺の試合にしようよ。サクッと終わろう、これ。暑いから。ここやばいよ、ちょっと本当。まあね、普段は私、まあ大体試合結果を見るんですよ。試合結果見て、はいはいはい、まあまあ大体映像、試合映像2本流して、まあまあ1時間ぐらい行きゃいいかなっていうふうな、やつをイメージしてるんですけど、今回どちらもそんなにです。長くないです。あ、そう。はい。なので、悪くない。本当サクサクっと行ったら、35分ぐらいに終わると思います。そうか。サクサクっと行ったら。じゃあサクサク行きますよ。サクサク行くのもちょっと体力いいんだよね。そうなんですよ。そうなんですよ。これ難しいところでね。本当になんかスマホに温度計とかアプリないのかな。温度計？ちょっと測ろうかな、これ。ちょっと本当にエグいんだけど。いやでも自分その日中日焼けをリキさんとかと一緒にやったりしてるんですけど。あそこいいの？まあはい、あそこで。また日焼けに金髪がまた増えてるってことですね。地域の子供たちなんて思ってると思ってるマジ。この前ね、これ本当完全に余談なんですけど、近くの本町小学校あるじゃないですか。はいはいはい、あそこが確か創立150周年記念みたいなやつで、その千葉の企業さんとかに、はいはい、そのなんかいろんなお話をしに、来てるみたいで、なんか多分その冊子とかを作るんで、はい、それでもしね、協賛していただければみたいな。なるほど。そういったお話をしてるんですけど、自分外で日焼けしてたら、うん、ね、スーツの方が 2,3 人が来て、なんだろうって思ったら、すいません、本町小学校のものなんですけど、この状態のあなたに話しかけてるの、はい、怖っ。でも、うわぁ、もういろんな、なんか、子供たちへの青少年の教育にとかいろいろ考えて、ああ、やばいってなったら、その話だったんで、あ、よかった。全然よかった。咎められるかと思った。はい。事務所の人を呼びます。半裸の金髪が二人並んで、日焼けしてる絵がね。はい。すげえ怒られると思って、すごいドキドキしちゃいました。さすがに。大丈夫です。とうとうクレーム来たかった。いつか、まあ、いつか来る。来てもおかしくはないですからね。まあ、本当私が保護者だったら絶対あそこの前は通さないもんね。そうですね。あの道は通っちゃダメよ。そう。平日のあそこはダメよ。そうそう。神様が二人いるから。あの人らずっといるから。あの人は本当に一人はね、ドラムた、エアドラム立ててました。自分はそれしてないですね。リッキーさん、本当にエアドラム立ててるもんな。ただ、さすがに自分、無音だと暇じゃないですか。だから、スマホで曲かけたりしてるんですよ。はいはいはい、もう、今日とかは、もう5分ぐらい曲かけてたら、もうスマホ、高音注意出て、スマホ止まりました、ね。止まるんだ。止まりました、止まりました。うわ、マジかよ。いやいや、今日本当に、昨日のね、ラジオで、
エジプトのカイロと同じ温度だっつって。いや、昨日の東京は。で、カイロより湿度あるじゃないですか。そうね。しんどいっすよね。やっぱ室外機の前だもん。本当に。と室外機の前。湿度がえぐい。体感温度もっと高いもんな、絶対。本当、なんかさ、賽銭箱置いてみない？ちょっと一回。リッキーさんと。リッキーさんがこう日焼けしてるところの前でさ。本当、早くお金ねえんじゃないかな。賽銭箱だったらいいんですよね。なんか、ね、見方によっては、はい、恵まれない、みたいな見方によっては。よくないぞ。よくないぞ。ね、いろんな。なのね。空き缶の空、空の空き缶じゃダメなのね。わかるけど。サバ缶のね。リッキーさんならまあ、そっちもありか。ありかじゃないですよ。はい、ね、入館料スーパーチャットありがとうございますね。この皆様の入館料で、はい、この千葉プロレスパビリオンはね、成り立っているので、はい、そうだ、ぜひとも皆様よろしくお願いいたします。これ本当ちょっと気抜いたらぼーっとするな。そうなんですよ。自分もさっき今モガキューライブやってて今一瞬そうぼーっとしてる話聞いてる間、うん、そうそうそう、すげえぼーっとしちゃうんですよ。そうだから、なるべく話しましょう。一旦ね、あのおふっちゃうと、寒いところにいると話してないと、そうそうそう、寝たらやばいみたいな、はいはいはい、同じだよねこれ。そう、一緒です。逆パターンだけど、はい、頭が回んなくなるんですよマジで。よし、じゃあ、早速またこれ今回はね、2000何年かな、7年かな、あ、7年、やべ、何これ、ライブアライブのやつが出ちゃってる、消えろ、よし、ちょっとゲーム実況で使ってたやつですか。あ、お賽銭ありがとうございます。ありがとうございます。お賽銭ね。じゃあ再生しますよ。あ、これは多分前の試合の、あ、そうか、はい、涼しい部屋で見てるよ。そう、皆様はね、涼しい部屋でご覧ください。あ、再生アンシャブ。このくらいかな、本業は。はい、ということで本日の試合が2007年の5月13、うん、はい、クラブ K1000、 クラブ K1000 ね、やってた、はい、1000人で見れる、3試合ぐらいしかやらないみたいな。はい、そうですね。イベントだったんですか、それともなんか定期興行みたいな。定期的にやってたんですか。はいはいはい、じゃあもう定期的にやってた興行の中で、ヤスウラのミスター X 組対朝日しおり宮脇組。ミスター X もいるのね。あ、本当だ。はい。ここにはヤスラの対宮脇アンダースになってるから。そうなんですよ。最初それ見つけて、ハンディキャップマッチあんのって思って。ハンディキャップマッチ見てーと思って。タグだよねこれ。はい、タグです。これが間違いなのね。はい。一回確認というかね、入場だけ見ようと思ったんですよ。あ、あのセコンドあれじゃない？今横見たセコンド。誰ですか？あれカジ君じゃない？え？え、じゃなかった？これ家と同じ感覚だから巻き戻しますね。あ、もうね、全然巻き戻しちゃいます。いくよ、取るから、はいはい、目の前をね。この子カジ君じゃないかな、わかんねえ。少年みたいなやつ、これカジ君だと思う、まあ、確かに少年はいますね。2007年、いや、ちょうど多分カジ君が練習生時代で、はい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 、練習してるどころか、あんた第一試合滝沢太一郎来ないからデビューしてるわ。後輩が出てきた。これはこっち側にいた方がいいから。おい、懐かしいスケボー時代じゃないのか。はいはいはい、まあ、オメガですよね。オメガ、本当にオメガ対バジリスクなんだよね。これまだね、オメガの初期じゃないか。はい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 。朝日さんと宮脇さんと、いや、バンさん、バンビさんですよね。いやいや、本当に今の姿しか知らない人はあれかもしれないですけど、バンビさん、僕らのイメージのバンビさんあれですか。はいはいはい、こういう女王様スタイルですね。はいはいはい、ボンテージ姿といいますか。本日のメインイベント、たくま
ッチ30分荒いね、一本勝負でございます。青コーナーバジリスク、身長体重不明、ミスター X。 174cm 87kg、ヤスウナマ。いっぱいいますね。花道側にもめちゃめちゃ入ってる。まささん2冠だったんですね、この時。ハードカー持ってないですね。あっと、まあ、この時は、うん、まあ、ユニットバジリスク、そしてで、オメガ、うん、以外にはなんか、いや、なんかあったかな、当時のユニットといいますか、なんかでもゲットとウェーブっていうのは、はい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 、これはどちら別れた後なのか、おーなんですかね、バジリスクとオメガはそこまで絡んでないはず、多分若干、あ、若干混じってる時期あるけど、はいはいはい、多分そこまで絡んでないはずなんだ。へぇー。でも、大石朝日と、坊主連合はこの時ないでしょ。坊主連合は全然ない頃。大石朝日対、ジョー・浦野っていうので、なんかやった記憶あるから、ああ、はいはいはい。絡んではいるのか。さあ、リング上、今攻めているのが赤コーナーサイドの宮脇さんですね。違う。え？違う。え？オイシャスやん時まだオメガやってないよ。白い頃だから。あ、やっぱじゃあほぼ絡みはないはず。ああ。はいはいはい、はい。まあ、今珍しいなと思って。なお、オメガとバジリスクの絡み。うん、さあ、おお、これはかわして。うん、さあ、ま、投げて。おお。おお、おお。まだこの頃の宮脇さんは、分厚さがありますね。はいはいはい。ね、サードキック。最近ちょっとね、絞ってるというか。じゃあ、上下下下がりください、お下がりください、なんかやってんな。お、あー、なるほど。なんかやってた。トップロープを、足で持ち上げることで。はい、黒コースばっかだな。リング内が。さあ、リング上、マスクマンがミスター X さん。そして、もう、赤の、赤黒の、パンタロンって言うんですかね。パンタロンの、はい、タイプのコスチュームが朝日さんですね。さあ、タックル合戦。おー、これはヘアホイップのような。そしてタックル、投げ倒す。15年前か、この試合。15年前ですね。そりゃ、荒くもなるよね、この。映像がね。映像もね。20代でまだ、ギリ。15年前だと。さあ、ヘアホイップ。20代からこんだけ髪やられてりゃさ、それ減りますよ。本当に。さあ、さあ、サイド、ヘアホイップ。はいはいじゃない、お客さんも本当に。まあね、この時の朝日さんはそんな風になるなんて思って、あ、思ってる、ちょっと思ってるわ。ちょっともう片鱗があるわ。やべえんだからもう。積み重ねだからね、これは全部。本人は一番敏感に分かるんです。さあ、髪の毛を掴んでひねる。こうやって見ると安浦の格好は一切変わってないね、この。確かにそうですね。うわーっと強烈。バンダナもしてるよね、これ。はい、していると思います、うん、ガムテープマッチ流れて残念です、うん、これやりたかったんだけどね。ルールは定めてましたもんね、うん、ちゃんと。やる気満々だったなって。今のあのね、これ、この技ってさ、結構、まあ、顔面にやるパターン多いんだけど。目つぶし的な、ね。私はこれ後頭部の毛根に向けて安らのが、ね、これ目がけてやってるっていう。いやー、すごいな。誰に伝わったんだろうって今更ながら思うんだけど、ね。
たけしさん、コスチュームとか大切に取っておくか、この頃のコストとかあります？ありますよ、何個かは。結構、でも、もうなんか出したりするんですかね、頻繁に作ってたから。はい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 。結構、その、確かに朝日さんって結構コスチュームの種類いろいろあるっていうイメージ。ショップに出したり、はいはい、オークション、なんだろう、チャリティーとかに出したりして、はいはいはい、そうですね、まあ。結構出してはいるんだけど、それでも残ってらっしゃる。スケボーはある。おー。8代目ぐらいだからね。スケボーも、はい、割れるたびに、ネットショップに出して。はい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 。乗れませんよって注意書きして。割れてますからね。割れてるから。ちゃんと書かないとね。それで乗って遊んで怪我されたら。誰かが、ね、乗る人はいないけどね。お返ししてるんですよ、ね、もうさっきの恨みをね。ああ、やめたし。あ同じことやられると私の方がね、不利なんですよ。確かにそうですね。秒殺とはおととい、じっくりした試合だぞ。ね、本当に。時々我々が何も喋れなくなったら、はい、声かけてほしいですね。そうですね。っつって大丈夫かっつって二人ともどっか遠く行ってる。そう。ちゃんとね、ちゃんとぼーっとするんで、そうそうそう、この暑さだと。この温度はちょっとやばいね。はい、まず湿度が高いんだよな。おお、三角地で私のレガースが当たった人がいる。ね、そうたまに入れてるんですけど、レガースも私。蹴らないと思われてるけど、意外とアウンやるから。はい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 、はい。アウンで自分の足首痛めるから。はい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 。自分の足首を守るためだけに、レガスを使ったりする。そうですね。あんま、場外。女王様がね、あ、本当だ、ムチが。ボッコしばり。ムチを振るっている。本当、無機質にずっと、ずっと振るってんだけど。怖っ。ロボットみたいですね。ねえ、ロボットやな、ね。間も何もなく、ただ機械のバチ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 無知でしばき続けるめちゃくちゃしばいんだけど、あの無知めっちゃ痛い、めちゃくちゃ痛いですよ無知。俺の中で印象に残ってるのは静岡かどっかで自分が若手の時になんか死ぬほどスパーク青木さんが無知でしばかれてて、スパーク青木さんの体がズタズタになってるのがすげえ印象に残ってるんだよ。怖いと思って。あ、なんでしたっけあれ？これどうしたオラ？どうしたオラだ、そうだ。どうしたオラ？ああ、このムーブは今やんないんですか？もうあのニードルポをほぼやらなくなったからね。もしかしたらなんでやらなくなったんだけど。確かに、ね。あれ、もともとあの技は、はいはい、あんまり赤いパンツを履いたぐらいの、ほんと若手の頃にずっとやってた。はい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 。浦野さんがね、あの技をなんかね、よくバカにして私に言ってくるの、どうしたあれはい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 。で、多分それで今、バカにしてるからっつって、あえて出したら、なるほどなるほどなるほど、逆にやられてっていうことじゃないかな。はいはいはい。もう15年前の話なんで、ほぼ覚えてない。多分そういうことだと思う。あれは誰かに継承してもらわないんですか？いや、したきゃすれば。あれでもめちゃくちゃ嫌がられる。背中チョップをその前にするのね。はい、背中チョップ。背中チョップ、座ってる相手に背中チョップして、ミドルポートするの。はい。背中チョップってやっぱさ。おお、早い。コンプリートショット。背中チョップってやっぱさ、やられ慣れてない場所じゃない、背中にチョップされるって。確かに。だからね、多分、体勢がないんだよ、みんな。はいはいはい、はい。みんな嫌がる、背中チョップ。確かに、胸へのチョップはね、普段からされますけど、背中にチョップってされないから。だからね。され慣れない場所へのチョップってやっぱり 1.5 倍痛い。はい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 。そういうのもあって多分みんな嫌がって。へぇ、一応どの技が嫌いかっていう中で結構背中チョップって言われる。はい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 。やっぱりその後に日野とかが出てきたらもう私のチョップなんかどうでもよくなるみたいな。問答無用で。あのもみじは恐ろしいことになりますからね。一撃もらっただけで。
おーっと、なんとか耐えて、あーっと、しかし応援勢さあ、ランニングのフォーアームか。さあ、串刺しのラックルボー、おー、タックル、あ、違うな、頭、そうか、そしてね、くぶりか。スター X はこう味がある動きをするんですよね。はい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 。おーっと、これはマンハッタンドロップ、うん、おっと、ここで、あーっと、レフェリーを押さえつける。サードにトップ、セカンド、サード、これは今でも見る、ほんとね15年前からやってんだよな。10分経過、何何それイエーイ、それあんなことしてるからさあコーナーへなんだ今の割れながら、なんだった今のおーっと、ちなみにこの技名って何なんですか。もともとはね、これね、はい、今僕が普通にやってるアウンってあるじゃないですか。はいはいはい。あの両足で、はい、テイクルのやつ。あの、ゴロン回ってバシュー。あれと同じ形で、もともとは両足で蹴ってたの。あ、コーナー上でやる。はいはいはい。だからコーナーでやるアウンなんで、コーナーアウンって呼んでた。はいはいはい。呼んでたんだけど、だんだんもう、最近は両足でやらずに片足でやってるから、はいはいはい、コーナーの縁切りになっちゃってね。あ、でも、まあ、まあ、なんか、技名は何って言われたらコーナー。あーっと、自分でセットしたスケボーに。やばい。あ、スパイマスター。やばい。コーナー合うんか。コーナー、おー、強烈。ボディ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 、さあそしてこれが、あ、おお、ジャンプで避ける、おお、これはエンズイもブロック。さあ腕を取って丸めっこを、これもかわす、そうかわして、逆に逆さをかわす、アウンをかわす、さあバックに取って、そのまま丸め込む、カウント2。なんか若いな、お互い動きが、はい、わーっとー、カウンターのニールキック、ニールキック高かったな昔は。そしてミサイルキックすみません、休ましたね。おお、前に落とした。そしてスワンダイブフットスタンプ、エルボードロップ、スワンダイブとかやってたんですよ。大井さんとレネ系でね。ああ、はい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 、はい、ここら多分それを単独でもやるようになった。うん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 、この頃はタッチ雑だね。タッチ雑でしたね。適当なタッチでもレフェリー意外と認めてくれてさあここで改めて狙う、あーうん、決まった、おお、カウント2、ギリギリ、さあここから一気に勝負を決めたいが、おーっとー、フリーガーに入って、あー、これはローブロー読んでいた。そして金的、さあとレフェリーがちょっと間が空いてしまった。あー、返された、やばいやばいやばい、おレフェリーがね、スッと来てれば多分そうよ、そうよ、今のはそうよ、いけてましたね多分。
ちょっと吹っ飛ばしすぎたというか。いやそうですね、納得いかないですね、ここは。はあ、あずきさん、ぼーっとしてるな。はい、というわけで、1試合目がはい、1試合目がこちらでございましたと。いやー、暑いね。やっぱその感想になっちゃいますよね。わかります、わかります。ここ本当暑いね。そう、試合の感想じゃないんですよ。今のしんどさが出ちゃうんですよ、やっぱり。普通に見てた。はい、続きまして、流す試合が、直近の試合だと、TKP だもんね。はい、TKP なので、TKP のね、試合をご覧になりたい方は、ニコニコプロレスチャンネルさんで。まだ放送されてんだっけ？放送されてるんじゃないですか？もうすでにニアライブ分が。ニアライブが終わってて、はい、次は本放送みたいな感じ。多分、はい、コメンタリー放送があると思うんで。はい。なので、その前の週の、チーバトルより、ね。でも前回、先週、やってないもんね。はい、先週やってないです。じゃあ、このチーバトルが直すの初めてだ。はい。ちょうどよかった。何試合目だっけ？セミ？ 3 か4だったような気がしますね。32倍速でやってるんで、ちょっとお待ちください。はい、今ね、セッティング中でございます。入場に注目の試合なかったのかな？で、マジで、大して映像変わってないですよね。ん？映像の画質、15年前だろうと今だろうと。これ何だろう。なんかこの日に関しては明らかに接続悪い、接触悪いですよ、ね。あ、そうなんだ。途中止まったりするもしかして。止まったりはしないと思いますけど、うん、なんか明らかに画面のチラチラが多すぎません。あ、確かに。あ、なるほど。この試合だな。リッキーさんと滝沢がシングルしたりしたりして。はいはいはい。ただ私フォーウェイか。そうだ、4ウェイやってた。そう、3ウェイから4ウェイに変更になった。はい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 。前日かなんかに。多いね、ほんと最近。やっぱ、この状況で、誰かが突然欠場になりましたってことが、やっぱ増えたんで、はい。私もね、突然ちょっと欠場になってしまいました。これそうだっけ？これ、最上が欠場だったこの日、この日私休みです。それでこれ4ウェイになったんだっけ？はい。おい。この人ね、この試合はね、みんなの、アキレス腱が壊れてしまう。いい試合だったな、これ。何やってんだろう。せーのって言ったら、一人だけトロップにハマった。そうそうそう。そうです、笹村魂の試合ですね。これ、あ、後だな。これが終わってからかな。これの後だと思いますね。暑い。暑い。マジで暑い。本当に。そろそろかな。お客さんがまだね。そうですね。帰ってきてないから。ある程度落ち着いて。さ、ソロ、ソロかな。いや、まだだな。来た。もう始まってた。よし。じゃあ、消音解除して。音にして、はい、それでは次の試合参ります。再生よ。入館料ありがとうございます。ありがとうございます。あ、あだえぇー、何何何何、もう一回見て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 、もう一回見なんか引っかかったかな。はいで。何やってんだ。恥ずかしいんだろうな今きっと。恥ずかしいな。
そう、超低空跳ね起きで起きますね。今のが自分的には、あんな跳ね起きで起きれるってめちゃめちゃすごくないですか？すごい、ギリ、ね、あれ、ピョーンじゃなかったもんね。そう。あんな超低空跳ね起きで起きれるのすげえな。バネはあるんだけどね。いや、こいつのバネほんとすごいっすもん。いや、バネがある人間の跳ね起きじゃなかったけどね、今。バネ使ってなかったっすもんね。全然使ってなかったよ。いろんな恥ずかしさで、混乱してたんだもんね。だね、楽しいですけど、試合には多分ね、関係ないと思うんで、この試合。はい、若松第1代ホンダ歩夢シングルマッチでございます。最近ホンダのシングルって意外と多い気がするけど、確かになんだかんだでちょいちょい、まあ、チャンゴがと同じチームでってことで、はいはいはい、チャンゴが来れない時とかが、結構シングルになりやすいのかな、もしかしたら。はい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 、暑そうよね。暑いよね。なんかでも暑さとかってあんま出さないタイプの、はい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 、はい、そういう感情がね、あんまり見え隠れしない。確かに確かに。だからこの時期のね、屋外のイベントプロレスとかでの入場とか多分、それでしんどいん。T シャツなんじゃない？そういう時は。なるほど。確かに試合前から疲れるわけにはいかないですからね。そうそうそう、入場だけでね。熱中症の可能性ある、うん、さあ試合始まりました。序盤は、まあ、この2人のシングルマッチで、そんなね、序盤からバーって飛ばしていくっていうイメージはあんまりないんでね。そうね、やっぱじっくりじっくり、はい、さあ腕の取り合いからバックを取る。まあ、体格では若松の方がね、うん、全然有利ですけれども。まあ、ポイントポイントの技術に関してはね、もう本田さんが3枚も4枚も上手なので。おうおうおう。確かに市川で来てたような気するな、ファミルで。まだね、あの時でもそこまで暑かった。クソ暑かったわ。暑かったそう。死ぬかと思った。暑すぎて。おお。本田楽しそうにやってんね、これ。いやー、そうですね。本田がこう、自分の、ああ、このままフォールの体勢。本田がこう、やりたい試合を ね、 そうですね、やってる感じ。はいはいはい。手のひらで転がしまくってますね。さあ、おお、このまま倒して、バリをひねって、アームブリカーでプロンを使って、これ痛いんだよな。若松なんかロングタイツ履いてなかったっけ？あれ気のせいかな？なんかあれです、デスの時、あ、デスマッチ用なんだ、はい、あ、なんかロングタイツ履いてるイメージがある。うん、じゃあ通常の試合では、まあショートですね、今まで通りなんだ。はい、なんかそんな人誰か見る。浅川も同じことやってなかった？浅川がなんかロングタイツ履いてるイメージ、はい、ロングタイツたまに履いてる、なんかビッグマッチの時とか着てるイメージですね。あれは何しよう、ビッグマッチ仕様、ビッグマッチ仕様とかなんですかね、わかんないですけど。おお、なるほど。いやーね、まあ反則の攻めですけど、これはいいですね、流れるように。本当、あの、ホンダの試合は細かいところを見てほしいですよ、ね。いや、そうなんですよ、マジで。ふんわり見てると見逃しちゃうんですけど、ね。そう。意外と細かいところでね、細かいテクニックというか、うん、まあ、それが良し悪しあると。はいはいはい。
出してるんでですね。若松もね、まあ、もちろん他団体に参戦させてもらったりとかで経験をね積んではいますけれども、まあ、手のひら今のところはずっと手のひらの上で転がされてる感じですね。さあ腕のスプラッシュ、そしてそのまま腕を取っていますね。ストレートアームバーの形か、ね、V1 っぽい形か。そうね、まあ言ってもその本田さんって恵まれてる体格ではないじゃないですか、はいはいはい、身長が高いってわけでもないし、まあ、その中でその自分よりでかい相手にどうやって戦っていくかって追求していってる感はめちゃめちゃすごいありますよ ね、 ね、なんかいろいろと研究が見え隠れして、ね、はい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 、言っても本田も10年近いんじゃないですか、ね、選手としてね、多分10年超えてんじゃないかな。え、超えてんすかね、調べてみよう。あ、もう2012年の4月デビューです。ええ、じゃあ今年じゃん。今年が、はい、10周年だったっていうことです。何にも言わなかったな。はい、あ、書いてた。今年10周年って書いてました。本当だ、あいつひっそりと迎えやがった。ひっそりと、気づかなかった。ちょっと、なんかやろう、なんかやりましょう。勝手にやろう、勝手にやりましょう。勝手に本田 M10 周年、10周年記念、記念パビリオンやろ。記念パビリオン10周年記念パビリオン、いいな、ちょっとやろう。どうにか許可取って、うん、許可取りまくって、あの本田さん極み5番勝負やってたじゃないですか。やったね。あれ全部流しました。なるほどなるほどえ、誰でやった。いやー、ちょっと待って、ダメだ。あ、ダメだダメだ4試合流しましょう。田村さん、ヒカルさんもいたな。佐藤ヒカルさんもいますね。那須さんとかいましたっけ。いたかもね。やな、うーん、5番勝負やってた確かに戦い始めの時に自分で言ってた なんて。確かに今年10周年イヤーだからって言ってたわ。ええー、嘘。本田さんがマイクで喋ったからすげえびっくりした。そっちの方が印象強くて。会社がそういうの拾ってあげないとね、本人はそれ以上自分から言うタイプじゃないじゃん。まあそうですね、うん。だからこれ会社が拾ってあげて、会社がこう組んであげなきゃダメだね。はいはいはい、なんか。はいはいはい。どうせ本人が自分でやるわけじゃないから。はいはいはい、はい。会社として。そうですね。だからもうやろう。パビリオン。10周年記念パビリオン。本田ゲストで俺喋るのすげえやだないやいや、こうずっとやだなっていうか、喋れんのかな俺、大丈夫かな。いや、本田がいろいろとその時の状況を説明してくれるでしょまあしてくれんだったら超いいんだけどな本田。ああでもそういうやり方いいかもね。パビリオンも、なんだろう、その最初の試合ももちろんなんだけど、はい、誰かに誰かを、おお、なるほど、面白い。避けられるの読んでた。ピックアップしたら。はいはいはい。パビリオンもいいですね。誰誰で、みたいな。そうそうそう。さあ、正面飛び、顔面強烈。いい、ああ、バグス工業ってそういうのあんのか。なるほど、みんな、あ、そうなのかもね。確かに予想は確かに。じゃあうちらいらんこと言ったかもね。そうですね全然もうやるわってなってたら、めっちゃ企画してたかもしれないねすいませんちゃんと会社が動いてたかもしれない。そう、そうやってバグズ工業で何もなかったらやりましょう。あ、そうだね。そう、もし何かやってたら、まあまあまあ聞かなかったかもしれない。おお、このまま丸め込む。さあ、そのまま腕を狙っているか、そのまま脇固めのような体勢かな。最近あのロープを挟んでの飛び越え3セットみたいなやつを、はいはいはい、対応するよね、このチーム。はい、そうですね。はい、チャンゴの影響だと思う。うんうん。おー、ニルキック。ちょっと当たりは浅かったか。ああ、しかしこのままの勢いでコーナーに登る。
さあミサイルキック、ぶっ飛べって言ってる、言ってんじゃないですか、言ってた、わかんないですさあそして満を持してのサンセット、リップ強烈、さあこのまま一気に狙うか、さあジャーマンの体勢は、おお、顔面へのエルボーのような、ね、脳天へのエルボー、予期せぬ形で、わ、さあそしてこの頭突き、やばい、さあジャーマン、お、しかしサイド狙う、サイド蹴り上げたかな今、そうですね、そしておお、これはロープのハンドを利用して、なんだこれは巻き込んで、巻き込んで、そのまま脇固め。なんだこのちらつきは。これはシンプルに、録画環境の悪さです。あー、腕しげ。さあ、これは厳しい位置。これは。なんとか腕をクラッチして、さあこのまま耐え続けるのはしんどい、さあこのままカバーに持っていき、お、しかし足取った、足取って回ってサイド腕ひしぎ、ど真ん中だ、さあ脇に抱えた、これはきつい、これはきつい、さあギブアップ、いやーうまい。ホンダって感じだったね。いやー、そうですね。ホンダ試合って感じだった。そのパワーとかね、体重で押し切られそうになっても、しっかりポイントポイントでね、今までダメージを与え続けた腕を。いやー、素晴らしい。本人はこけたのが、はい。まあ、それもあるかもしれない。なんか勢いに乗り切れないもん ね。最初から。そうそうそう、あんな。やっぱ心の動揺はあったもん、ね。そう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 。はい、ということで、はい、いやいやいや、良かったんじゃないですか、面白かったんじゃないですか、いやそうですね、面白かった、はい、よいしょ、よいしょ、はい、ということで、2試合お届けいたしましたということで、はい、まあ、今週が、うん、TKP 終わりの G バトルですね、うん、TKP が終わって一発目のGバトル、今回の TKP でも、まあ、いろんな動きが。あれだ、あいつは出んだ。ありました。中シリオが出んだ、中シリオが。そう、中シリオなる、謎のマスクマンが。あいつは何なんだろうな。中シリオ、まあ、私の予想ですよ。はい。そんなに見る機会はないと思うんですよ。ほうほうほう。おそらくなんだけど、はいはい、そのエクシリオ選手が復帰してきたら、うん、彼はスーッといなくなるような気がするんで、私の予想ですよ。じゃあ、レアですね。だからレアだから、もう今回シングルマッチ見れるなんて、もしかしたらこれが最初で最後かもしれない。確かに、確かに、確かに。絶対見た方がいい。確かに。中シリオのシングルを一生で一度だけ見れる機会が、今週の日曜日なんです、はいはいはい。はいはいはい、確かに。可能性としてはね。絶対見た方がいい。確かに。それはそう。来週パビリオン、その試合かな。もしかしたら映像に残す残すっていうの一生に一度のやつだからね。いやー、中資料だから楽しみですよ。はいはいはい、はい、そして TKP ではあのタッグがちょっとね、流れてしまって、うん、それがまあ8月のビッグショーに、った、ね、映るスライドするって形に、なってるんですかね。あと TKP ではもう一個ね、その豊島邦夫が王座挑戦をぶち上げるっていう、ね、いやーびっくりっすよね。いやーすごい、ちょっとね、まずあの勇さんが来たんですよね。そうそうそう、挑戦表明、そう、勇さんが挑戦表明入ったのに、はい、そこを含めて全部かっさらっていった、ね、そう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 、まあでも結局勇さんはそのよ次の挑戦者になって、はい、そうですね、はい、だから、8月に豊島対マシモの王座戦があって、はい、その勝者が9月の後楽園、多分後楽園だったと思います。勇選手を挑戦者として、はいはいはい、迎え撃つと。うん、なるほど。いやーマジで、あの私はあのまあそのリング上でのやり取り見て、その後家帰ってバックステージコメント見たんですけど、うん、
やっぱ、イサミさんのめちゃくちゃ面白かったですね。何がバックステージコメント。いや、そうの。見てない。挑戦表明に失敗しました。だから何言ったらいいんですか挑戦表明に失敗したって。表明に失敗した人間がバックステージで喋れって言われて何言ったらいいんですかっていうのがね、めちゃくちゃ面白かった。確かに、ね、なので、ぜひとも、ね、この 2AW YouTube チャンネルにね、バックステージコメント上がってますんで、ご覧になってください。で、そんな中ね、まあ、そちらの話題に全て持ってかれてる感はありますけれども、うんうん、私もちょっと何かやってたよね、何かあったんだよね、吉野さんと笹村から誘われてと言いますか、うん、でチームが始まるってこと、まあ、3人でやっていこうっていうふうにユニットとしてってこと、多分そうだと思います。え、そうですっていうか、だってもう名前考えようとしてますあ、嘘、名前考えてますもん、今ユニットじゃん、じゃあもうもうユニットとしてやっていったろ、え、誰、中じゃなくて何だっけ、もがみ吉野笹村です、だから元もともとというか、旧トルグランツの残、ね、うん、残党って言い方悪いですけど、非常に悪いんですけど、に、そこにちょっと私が入って、だから、私がユニット入るの、まあ、そこそこ久しぶりなんですよ。坊主連合以来か。全然。初期。何以来？ネバーランドネオですかね。ネバーランドネオに入ってたっけ？いたんすよ。嘘、いたんすよ。ネバーランドネオ解散マッチしたんすよ。カジさんとシングルマッチを。一切記憶ないんだけど、モガミがそこにいたという。くそ。ネバネオが確か2020年の年末とかに終わったんすよ。はいはいはい、なんでまあ1年半ぐらいの間ちょっと、ね、どこのユニットにも属さずに私はやってたんですけど。ネバーランドね、まあ今回、はい、誘って、で、まあ、マイクを通さない言葉ってすごいグッときたなって、なんか直接語りかけてくれてる感がすごいグッときたんで、はっ、一緒に行きましょうって、あ、すごい褒めてくれる、ネバーランドネオ解散マッチのことをありがとうございます。ちゃんと印象にね、ありがとうございます。残ってる人もいるんだな。いやいや、それはまあ、ね、僕とは違うわけだから、はい、私ほらね、内部で自分の試合に集中してる、はいはいはい、そうそう、ね、見れてないですからね、そう、試合をね、うん、お客さんにとってみればそれがやっぱり、はいはいはい、印象に残った人が多いでしょうけど、アロハ抜いて、アロハってなんか着てたな、なんか派手なシャツ、そうそう、アロハ着てましたよ、みんな。そのアロハも最後脱いだんですよ。だからそれ着てたのはでも佐藤とカジのイメージしかないんだけど。着てたっけ、あなたも。着てますよ。何言ってんすか。後から入ったの、じゃあ。ネオってことは。一番最後に入ったメンバーですね。ネバーランドネオに。そう。で、最終、カジさんと僕しかいなくなったんですよ。他誰もいなくなったんですよ。いや、カジ、佐藤、モガミって誰がいたの？あと、まあ、もっと先に、チャンゴと。チャンゴいたっけ？はい。ダイナがいたんですよ。あ、ダイナソーとして？ダイナソー、タクマがいたはずです、確か。そうだっけか。はい。で、チャンゴとダイナソーが抜けて、はい、ジ・アンドリュー・キングダムができたんですよ。ああ、確か。確かね。その辺か。その後は。はい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 。王国ね。はい。あったかも。いやだから、久しぶりの、ユニット、ね、それスタートすると今週から。今週からそうです、スタートです。3人で。そう、3人で組むはず、確か。6人タッグなんだ、じゃあ。そう、6人タッグ。じゃあもうカード発表されたはず。初めの一歩じゃない、それ。そうですよ、ユニットの。もしかしたら今後一大勢力になるかもしれない。そうですよ。ユニットの一番大事な試合。第一歩目。今週日曜日だし。今週の日曜日ですよ。中支流の最初で最後と思われるシングルマッチも、今週の日曜日。唯一の足跡になるかもしれない。今週はちょっと本当見逃せないね。そう、見逃せないですよ。すごい。なので、ね、今週の日曜日、チーバトル、ぜひとも皆様会場に足を運んでください。はい、よし。ってな感じで、本日スーパーチャットしてくださった方々、ご紹介させていただきます。ユミコさんありがとうございます。ラッキークローバーさんありがとうございます。ひじりさんありがとうございます。ボーシブーテキさんありがとうございます。ゆうちゃんさんありがとうございます。ヨニビビさんありがとうございます。たくまるさんありがとうございます。以上かな。はい。という感じで、本日の千葉プロレスパビリオン以上で終了したいと思います。ザ・ハンサムモガにはなりません。さすがに。後追いが過ぎるな。次回、千葉プロレスパビリオンは来週水曜日。来週水曜日ね。予定です。
はい、私いない可能性が高いです。ああなるほど。ただ試合は中資料の試合だとほぼほぼ確定してます。よっぽど流しちゃダメだなってならないけどはもうほぼほぼ流そうですね。流資料の確かに確かに分かんないな。なんか資料よりもっとちゃんとね、伝えなきゃいけない試合があるかもしれない。はいはいはい、はい。我々の感情としては、中資料を。そうですね、をどうにか映像に残したいっていう。そうそうそう。だから、今回みたいにさ、先々にも、TKP の翌週とかのパビリオンで、はいはい、TKP は流せないけどっていう時とかに中資料流せる、はい。そうですね。しれっと。そうそう。しれっと流す。何しても今回はね、見どころが満点だから、はい、ぜひとも。最上たちのチームの最初の一本流すかもしれないし。はい、確かに。ね。豊島君によると、真下健吾の前哨戦もあるのかな。前哨戦がないんですよ。ないんだ。今週は。ああ、そっか。じゃあ、待って、むしろ、豊島、真下と戦ったはず、我々。戦うはず。今回確か、グレンと、我々だったような気がする。じゃあ、それだね。今度水曜日に流すべきは。絶対勝ってやる。まあ、そこももしかしたら何らかの理由で。変更になる可能性も大いにありますよね。だからね、また直前に、最上の方から発表あると思うんで、はい、ぜひ来週もね、はい、パビリオン、楽しみにしてもらえばと思います。はい、思います。はい。はい、それでは、千葉プロレスパビリオン閉館。